11時34分になります。東京有楽町日本放送の制作でお送りしています、アッコのいい加減に旋回。今週はアッコさんがお休みのため、ピンチヒッターミッツマングローブさんとお送りしています。はい、引き続きよろしくお願いします。聞いてますね、アッコさん。あ、確実に。どうしてですか？いや、今ちょっとずっとあの交通情報とかの間に一言メール送ってみたんですよ。すぐ帰ってきました。会いたいうちが花だからって送ったんですけど、私あの会いたいうち花だからってがを抜かして送っちゃったんですよね。はい、もう老眼でよく見えない最近。そんなことでしょ。がが抜けとる。怖っ。がが抜けとる。意外とメール打つの早いじゃないですか。早いじゃないですかね。そうです。会いたいうちが花だから知らなかったくせに、覚えてなかったくせに。それについて来てますよ、メールが。これは高知で聞いてくださってるラジオネーム唐揚げ定食さんです。ちょっとマニアックな曲を歌ったら、普通は本人が、うん、この曲よく知ってたな、うん、と褒めてもらえると思いますよね。なのにこれ誰の歌やと、最高ですね、と。いや、でも私はね、全然覚えてなかったっていうあのエピソードに、すごいその和田貴子はやっぱ歌手なんだなっていうのを改めて実感したエピソードでもあったんですよ。そうなんですか。やっぱその昭和の歌い手さんって基本的にその自分にあの当てがわれる曲だったりとか、まあシングルアルバムなんでも口は出さないっていうのが基本なんですよね。アコさんもそうみたいですね。うん、で、例えばひばりさんなんかも、私これをシングルにしたいわって言ったのは最後の川の流れのようにだけだったんです。あとは基本的にその事務所だったりレコード会社が次の曲はこれですよって言って持ってきた曲をあの歌って吹き込むっていうのがその歌手としての仕事で、アコさんもそうなんですよ。 ある種のもう歌手としてのこう矜持なのかもしれませんね。だから そこにその詩的な思い入れ云々かんぬんっていうのはまた二の次で、とにかくもうお仕事としてその持ってきた、はいはい、持ってこられた曲を歌うという、うん、あ、やっぱ歌手なんだと思って、結構私だから好きなエピソードではあるんですよ。なるほど。でそれに僕がスタジオで見ているアコさんの様子を少しつながるかどうか分かりませんが、付け加えると自分が知らない、例えば忘れてる曲を、うん、かけることあるじゃないですか。するとスタジオのアコさんは全く忘れてるから、うん、すごい新鮮な気持ちで聞いてるんですよね。うん、で緊張若干するんですよ。私どう歌ってるんだ。でじーっと聞いてて、うん、よし、あ、うまく歌えてる、うん、オッケーオッケーっていう時もあれば、まあ、撮り直したいなっていうこともあるし、そこら辺まただから根詰めていけばね、いくらでも時間はかけて歌えるんでしょうけども、はいはい、まあ、新曲のレコーディングっつったら、まあスタジオこの日とこの日とか、まあ変な話一日だけで何時間の中で咀嚼して仕上げていかなきゃいけないっていうのがね、なんかこう職人的ですよね、そのってね。だからいいなと思って。でもまあ例えばさっきのねメールを読んだアコさんの本当にファンの皆さんからすると、私の中のこの一曲はなかなかコンサートではライブでは歌ってもらえないっていう曲もあったりはするでしょうね。ミツさんあります？コンサートの選曲なんかもやっぱりその制作チームだったりとか、はい、スタッフさんとみんなでね、はい、あの選曲していくもんだから、はい、そこにそんなにこう試験というものはあの入れないのが当然という、当然というね、そういうね、私はもう全部自分で決めていっちゃう人だから。いや、だからミツさんは本当星屑スキャットのリクエストもいっぱい来てるんですけど、あ、すいません、お気遣いいただいちゃって。いや、実際にやっぱ作詞作曲もされるじゃないですか。しますし ね、そのプロデューサー的な役割も私はこの自分のグループに関しては担ってるんで、だそこにでも詩的な感情はなるべく入れないように。あ、プロデューサーとしてはプロデュー、うん、あの久しぶりにこの曲があったら嬉しいと思う人が何人ぐらいいるんだろうなとか、そういうのをこう想像したりとか、ここでこの位置でこの曲を持ってきたらちょっといつもと違う感じに見えるかなとか、そういう具合のそのパズリングみたいな感じで選んだりはしてます。そうなんですね。これ気ままな片思い大好きです、ミツさんが楽曲提供した曲、ミツさんの才能に脱帽です。ありがとうございます。
気ままな片思いです。楽曲提供ってこれカントリーガールズっていう、あのハロプロのグループで、はいはい、ももちがね最後卒業するときにこれちょっとももちに歌ってほしいんだけどって、もう直接ももちに送りつけ、でももちがあのメーカーさんと事務所の社長さんに承諾を得てくれて、それでレコーディングしてもらったって、もう本当に思いがこもってる。そしてももちさんが気に入ったからということでしょうね、うん。これから一曲おかけするこの半蔵門シェリーっていうのは、これもミッツさんのある種思い入れのある曲ですよね。星屑スキャット、星屑スキャットのそう半蔵門シェリーって曲は、あの柿山さんと一緒にやっている5時に夢中、私も参加させてもらってますけど、東京 MX という、はい、まあ、誰も見ていないテレビ局があるんですけど見てます、ほとんどの人が見てないですよ。それはそうじゃない、確率割合として言ったら1億何千万人いる。この間萩本欽一さん、欽ちゃんに話を聞いたら、テレビを見る方針はチャンネルつけた時にみんなが見てないであろう放送局を選んで見てるって、だから夕方5時に夢中見てるって言ってました。そうなんか嬉しいよな、めんどくさい人ですね。そのすごい MX、 そう、はい、MX のあのなんかテーマ曲を勝手に作ってしまおうと思って、はいはい、でそれをまたこれ半蔵門にあるテレビ局だから、私ご当地ソングって結構好きなんですよ、いろいろ、柳瀬ブルースとかいろいろあるじゃないですか、函館の女とか、うん、それで半蔵門がついてるご当地ソングってやっぱり調べたんですけどないんですよね。なかったですね、で、あ、これゆくゆくはヒットすれば、あの半蔵門線の半蔵門駅の発車ベルとかにも使ってもらえるかもしれないと思って、で意気込んで、あのMX のプロデューサーのとこ持ってったら、いや、さすがにそういうのはちょっと結構行政絡むからできないよって言われて、でもまあ公認の勝手に作った、うん、あの5時に夢中バラ色ダンディーテーマソングっていう、一応それはもらいました。こんなに思い入れを込めて作ったのに、当の MX があんまり乗らなかった、乗ってくんなかったっていう、乗ってくんなかったっていう、ぜひこれから聞いてください。あのミッツさんの星屑スキャットはギャランティーク和江さん、メイリームーンさんの3人で結成したあのグループで、春の透明版ツアーバッドコントラストの開催も決まってます。はい、はい、東京公演は5月8日日曜日午後3時と夜7時開演の2回公演、会場は大手町の三井ホールとなっておりますんでね、はい、あと、ね、名古屋と大阪でもあの、ね、やりますので、はい、ですからね、はい、ぜひそちらの方も、はい、ちょっと日にちがあんまりいまいち横横じゃないですけど、星屑スキャットのオフィシャルサイトをご覧ください、はい、それからね、あ、まあいいや、じゃあとりあえずいいでしょ、いい、あ、新曲も実は出るんですよ、で5月の4日に配信されるバッドパラダイスっていう新曲が出るんですけど、はい、これ今回あのアッコさんの去年出たアルバムの中の黄昏のアンコール、はい、黄昏にアンコール、黄昏にアンコールっていう曲を作曲した西寺豪太さんに、はい、私たちも初めて作詞作曲プロデュースしていただいて、めちゃくちゃかっこいい曲ができたんで、はい、その曲の初オンエアは明日、日本放送の、はい、日本放送の何時からですか、はい、5時半ですか、5時半からですね、5時半から17時半からやる、ミッツザコレクションという番組があるんで、その中で明日初オンエアするので、ぜひそちらも聴いていただければなと思っております。はい、それではまずは今日はこちら、はい、星屑スキャットの曲、ミツさんから曲紹介をお願いいたします。お聴きください、星屑スキャットで半蔵門シェリー。